はい、こちらです。デブギャンです。俺たちミッドナイト坊主です。今回はリメイク記念第一波を語ろう。さあ、皆さんお久しぶりです。ポケモン会です。なんか最近ハロプロ多いんじゃないと思ってたポケモンファンの方いたでしょう。いないのよ。なんでこいつら毎日ハロプロハロプロなんだと、ポケモン忘れてんじゃないのと思ってたでしょ。忘れてません。大好きです、ね、大好きです。未だにやってます。そして11月にダイヤモンドパールのリメイクが発売されます。待望も待望よ。待ってました。もうね、何か断るごとにダイパキッズトレンドに乗ってダイパリメイクね。これ何を隠そう、我々ってダイパキッズなんですよ。ダイパで育ってきてますから。一番最初の小学校1年生とか幼稚園ぐらいのその時に発売されたのがダイヤモンドパールなんです。 DS デビューをダイパでした小学生がどんだけ多いか。そうなんです。我々ダイパキッズ、今回のリメイクについてちょっと語っていこうじゃないかと。何が楽しみとか、ここが復活されてたらいいなとかのをね、皆さんとちょっとお話ししていけたらなと。別に見ないなら見ないでいいですし、見るなら見ててください。数字があの教えてくれますから。あ、そう、数字で。我々も別にあの見込んではないので。見込んで、そうです。ステ動画なんで。ただステ動画と言いつつも我々は楽しいことやってる動画なんで、ポケモン詳しい方とか、自分もダイパキッズだよって人はぜひ見ていってください、はい、一緒に語りましょう。それでは It's Tasting Time。 さあ、ダイパの何が楽しい。お前、御三家何選んだ。俺、ナイトル。ナイトル、メズ。珍しいね。メズ。だいたいね、あの時のアニメの主人公の営業で、そう、ポッチャマが多いのよ。ポッチャマがめちゃくちゃ人気なの。あと、女の子はこぞってポッチャマよ、まあ、マジで。そう、だってもう光の手持ちだし、そうで、圧倒的にもやっぱパッと見でも可愛いから、うん、で、女の子はこぞってポッチャマ選んでエンペルトで絶望するっていう。なんか鋼タイプ、鋼タイプ、可愛くないってなるんで、ね、こうてっぺんぎのな、でっかごっついやつ出てきて、そうね、エンペルトでも使いこなせたらかっこいいんだよな。そうなんだよ。大人ってこうエンペルトのタイプが優秀であったりとか、水鋼、ね、そうで、ゴーカザルやっぱりちょっと素早くてね、いいんじゃないかって、うん、やっぱドタイトス動画上げたら不遇だろうっていうあれがもうあるんだけど、うん、でもやっぱダイパリメイクやるにあたってはやっぱあの時の気持ちっていうのを、うん、まあ、再現したいっていうか、うん、まあ僕はなんかナイトね選びますよ。黒金ジムに関してはナイトルが一番有利だからね。そうなんだよ。しかも黒金ジムあたりまではそのやっぱ御三家に頼りがちだから、特にその時は、俺たちの時は学習装置がないから、まあ、あの最初の1体目で攻めるしかないのよ。そうなんだよな。ムックルは使い物にならんから、黒金じゃ。ムックルじゃあ頭蓋骨すりゃ勝てないから、勝てるわけない。ナイトル、あのヒコザルきついよね。ヒコザルを選んだじゃ多分序盤にね、あのコダックを捕まえられそう。コダックかスゴミ、あの水タイプか草タイプを捕まえないと詰むのよ。そう、でもスボビンを吸い取るじゃちょっと役不足ないよ。ヒコザルを1個目のジムの時点であのモーカザルに変えとくっていうのは分かる。それは格闘をやるとマハパンチがね、マハパンチで勝てるようになるんだけど、今効果抜群はね薄れないんで。そうなんだよ。で、今回あの発売元が変わるんですよ。そうだね、会社が。そう、変わるっていうか、まあ、その時だけちょっと違うというか、だからのランクマッチ、我々が大好きな対戦もできない。はい、どうしよっかな、ミッドハイとか。確かに。ダイパでやりたいんだけど、そのグループ対戦ができるのかどうか。剣立てに幽閉されるんじゃないか、みんな。そう、あの対戦ガチ勢は結局あと2年ぐらいは剣立てにいなきゃなんないんだよ。いや、まあ、そう、ダイパのポケモンを向こうに連れてければまあ話は別なんだけどね。俺的にはね、ダイパの一番ここだけはっていうのは BGM ね。正解。これね、正解。正解なんですよ。正解です。ダイパキッズがなんでこんなにうるさいかっていうと、絶対に BGM なんだよな。そう、あの本当に音楽を聴くと泣くんですよ。あの時の記憶が蘇るんだよ。そう、マジで蘇る。やっぱりゲームボーイとか、なんだろう、昔の音楽聴くと懐かしいと思うけど、特にダイパ世代なのか分かんないけど、あの音楽って本当にね思い出すの。やっぱ一番聴いてるもんだって。うん、絶対聴いてる。201番道路とかもさ、アニメとかでもよく流れてるし。そう、201番と209番道路とかは結構有名なところですよね。聞いてて気持ちいいんだよな。そう、まあ、あとはやっぱ白菜だよな。白菜線ね。やっぱ白菜線のあの BGM はバラバラバラ、あれはもう絶対に語り継がれてるから、もうすでに過去だし、 BGM 歴代最強 BGM 集みたいなやつとか絶対入ってくるもんね。5位以内に白菜は絶対入ってくる。絶対入ってくるから、グラフィックがちょっとさ、剣立ての感じじゃなくなるじゃん。
また二等身に戻る、ね、DS の感じに戻るっていう感じ、うん、それで賛否両論あったけれども、いや俺はもうグラフィックはまあいいのよ、まあ、どうでもいいって言ったらあれかもしれないけど、2の次で、そうそうそう、やっぱ音楽をやっぱちゃんとやってほしい、本当に本当に本当にそう、音楽をまあ、あの音楽を変にすることできないの、そうそうそう、だから変なそのアレンジとか、まあ、いいんだけど、そのあんまりこう手を加えないとしてるな、そうでもね、あの感動したのはルビーサファーからオメガルビーとかなってさ、うん、あの時の 3DS でオメガルビーとかの BGM 聴いた時はちょっと豪華になってて、そう、そういうの震えたの、そう、それはいい、だから新曜も豪華にしてほしい、そうそう、であとそのオプションで昔のやつを聴けるようにして、うん、あるね、ハートゴールドのやつやってる、昔のに戻せるみたいな、そうそうそう、ゲームフリークから出てますよみたいな、そうそうそう、それをあわよくやってほしい、確かに昔のにも戻せて今のもできる、これでも今リメイクとポケッチとかも、あれそれどうなるかね、そう DS ってさこうやったじゃん、こうで上でストーリーを進行して下でポケッチを動かしてたのよ、だからそれはどうなるかよマジで、あのボールにシール貼るとかさ、そう、あれできるって感じだね、地下通路とかその昔のそのねあれはできるなっていう、はいはいはい、あったとかあった見ただからそのその中でじゃあポケッチはどうなるのかっていうのはありますよね、ポケッチがない信用なんてないからね、確かにあれがないとあの謎の場所で絶対死ぬからね歩数ができないし、歩数分かんないから絶対出れなくなっちゃうから、あとコトブキシティの抽選もできないからポケッチがないと、ポケッチもらうためにさミッションやるよな、そう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 、ピエロがいるんだよ3人ぐらい、懐かしい、でそこの間にハンさんがいるんだよ、そうでもそれプラチナだから、あっ言い過ぎ、大パリベルな、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎよそれは2008年の話してる、うわ懐かしい、やばピエロやんのかな、やってほしいな、懐かしいだろうな、今だって忘れてたでしょピエロのな、ポケッチもらうまでの映像出たじゃん、うん、あの時だとやっぱ新用のポケモンばっか出てたから、あどこまでその出るポケモンが変わってるのか、あなるほどね、増えてるわけじゃん、まあ確かにその あ,、ね、あの時にはいなかったブラックホワイトとか XY とかブラックホワイト以降のポケモンか、どこまで出てくるのか、なるほどね、やっぱでも最初の道路はやっぱムックルとビッパでやってほしいじゃん、まあなムックルとビッパの201番道路じゃん、ムックルとビッパでこうコリンクがあわよくば出るみたいな、そうコリンク出たらな、あのコリンクあの1個ね進む202番道路ぐらいまで行かないと出ないんだよ、そうだ202でコリンク出た時嬉しいよ、嬉しいよな、捕まえとくよな、そう捕まえとく、あのその1個201と202の間の村で帰る、帰るマサコタウンね、マサコタウン双葉タウンから、そう、焼けちゃさまれてマサコタウンで、うわコリンであのモソボロもらえるんだよ確か、そう、5個くらいもらえるんだよね、研究室があってもらって、七川の博士懐かしいな、七川の博士だって進化に関するあの研究してる人、うん、大木戸も先輩で、そうそうそう、だからメガ進化とかどうなる、そこら辺のシステムあれはどうなるんでしょうね、ちょっとねでもなさそうな気するな、対戦がないからメガ進化はねえわ、ないな、悔しいな、ちょっとダイパの、ね、リメイクでちょっとメガ進化とかあるんじゃない、メガ進化がやっぱ欲しいよ、ダイマックスもいいけどやっぱメガ進化っ、ね、やっぱメガ進化ないよ、ちょっと違うよな、かっこよさが、だからやっぱメガエンペルトとか見たいもん、どうなんだろうな、メガエンペルやっぱメガエンペルとメガゴーガザル見たいけどメガドダイマックスあんま見たくないっていうのどうなってあれだろ、カビゴンの巨大マックスみたいなあるだけだろ、あんま見たくない、背中のあれが増えるんだろう、絶対そんな楽しみではないもんね、メガゴーカザルとかだって絶対かっこいいもんな、絶対かっこいいじゃん、めっちゃ楽しみだけど、メガエンペルとかなんか甲冑とかかぶりそうなぐらいだもんな、そうそうそう、めっちゃなんか見てみたい、楽しみだけど、メガドダイマックスだけはあんま楽しみじゃないよな、重そうだよな、うん、プラチナとの要素とかってさ、確かギラティナとか出てくるのかな、出そうじゃない、まあ、出てほしいけどな普通に、あとまああれだな、バトルフロンティア、バトルフロンティアね、あれもどこまでできるのかって話だな、いやバトルフロンティアのエリアないとヒードランに会えないから、そうねヒードランに会いたいことはないんだけど、ヒードラン捕まえても確かに対戦がないからヒードランの需要ないのかな、ないあれ手持ちに入れるやついないから、確かに手持ちは絶対に御三家と B だって、あと5本ってね、空を飛ぶとない、うん、今もう自伝技もないから、自伝技ありそうだって、本当ロッククライムのあの後ありそうだと思う、かっさロッククライムのあの後があるとワクワクするんだよなあ曲かけたいな、めっちゃワクワクするから、天眼山のねあのギミック盛りだくさんだからさ、そう天眼山ね、うん絶対迷うから、天眼山のマップのあの複雑さ、あの外出た時のなんか雪降っててさ、 うわやっと外出たと思うよな、あれでそっからキッサキシティまで遠いのなの、そう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 、ボッ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 、歩くのも遅いし、そうキッサキも楽しかったな、キッサキジムはあの雪玉壊すやつ絶対やってほしいもん、スースーって
あ、確かにジムのあのギミック、え、そう、あれあのまんまやってほしい。あんまその簡単とかにしないでほしい。そうそう、あれね、むずいのが面白いから。あれめちゃくちゃ難かったけど、あれは楽しいよ。あれ俺お父さんと二人がかりでやる計算してな、どの雪玉を壊しながら大人の力を使いながらやってた。のぼせジムとかもめっちゃ難かった。うわ、のぼせジムだ。水を止めたりつけたりするやつだろ、うん、あとあれね、のぼせジムはあの迂闊に電気タイプで行ったらあれ、ヌオーがいるからな。ヌオーで死ぬんだよ。草で行きたいけど、草で行こうとしたらギャラドスでいい。やられんだよな。ギャラドスといえば赤城だな。赤城のギャラドスの自信覚えてる。いや、やだ、やだね。だからレントラーじゃあやられる。やだね。強いんだよね、普通に。あの、ブニャッとね。早い。あの、バーズのブニャッとが早い。あの、一番最初にさ、発電所で会うの。金曜日に不安定が出るあの発電所で、初めてブニャッとに会うんだけど。そう、あいつね、あの体型で、そう、早い。上取ってくんだよ。めちゃくちゃ早い。で、タイプ1ののしかかりが強いのなんのね。そうなんだよ。びっくりするんだよ。変えないでほしいな、強さとかも。そう。うわぁ、懐かしい。いやー、楽しみになってきた。あと3ヶ月。そう。盛り上がりましたか？皆さん、どうでしたか？僕たちは盛り上がりましたよ。我々は普通に話してましたね。おしゃべり会でした。はい。またね、ミッドハイとかでポケモン対決の方もそうですけども。普通にストーリーの方で第一波楽しんでいってね、うん、BGM これいいなとか言うの、うん、ゲームチャンネル解説しろよミッドナイトボーズゲーム部、うん、確かにこれちょっとハロプロやんないでポケモンばっかな。ポケモンのチャンネル作ろうぜポケモンチャンネルな、うん、気が向いたらな作るかもしれません、うん、ということでね、皆さん第一波のリメイク楽しんでいきましょう。それではバイチュー。